お前は確か上流だったな。何かあったのか。いや、そういうわけじゃないが。ならさっさと警備に戻れ。いくら楽な任務とはいえ気は緩めるな。怠慢が原因でしくじってみろ。どんな処分が下るかわからんぞ。これをやるからキュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。ふん、やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな。桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えやしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わない。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。
さあ、おい、何やってんだお前ら。ボサッとすんな、この野郎ぶちのめせ。おふん、聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただきます。